皆さんこんにちは。ヴァンフォーレ甲府対アルビレックス新潟、解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。気象情報です。気温が0度、湿度が 85%、 そしてピッチには雪。さて北澤さん、この雪の降り注ぐ中、スタンドはいっぱいに埋め尽くされました。盛り上がりましたよね。ただ選手たちにとってはボールも止まりやすくなるでしょうし、難しい動作が要求されてきますから、するとあれるかもしれませんね。選手が入場します。今映っている選手です。キルビーヌ、今日のキャプテンです。そして本日のピッチレポーターのご紹介です。岩本哲郎さんです。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。鈴木、中盤のプレーヤーです。さあ間もなく試合が始まります。さあキックオフ、試合開始です。左へ出した。チェックきついですよね。これは突破できない。前に出した。下げてここは鈴木。左にはたいた。リターンから鈴木。キープ力には評判のある選手。中野、ヘッドで競る。林、石原、果敢に奪いに行きます。鈴木、コースを探す。いい守りを見せました。おっと、危ないところでファールです。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。強すぎたんでしょうか。絶好の場面、もったいない。チャンスでしたよね。もったいない感じですね。さあ北澤さん、はい、アルビレックス今のところ0対0。この辺から少し中盤で奪われる場面が印象に残るんですが、いかがですか。相手のプレッシャーも早いですからね。この辺の競り合いは重要なんですよ。はい、ダイレクトで出す。これ危険です。ここで奪い合う。クリアしたのは三田。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。一旦キーパーに返しました。あっと、ここには誰もいません。30分を回りました。山本、パスをつないでいく。また戻す。ヴァンフォーレボールキープしています。少し前から比べると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが、少し対応遅れ出してますね。後ろへ、ディフェンスラインで回します。いいですね。コース先読みしてましたよ。良い守りです。林、中盤の選手です。杉山、激しいチェックに行きます。おお、ここで前半戦終了。
さあ北澤さん、前半を終了して無得点のままですが、どうでしょう。はい、お互いチャンスになるところもあったんですけどね。しかし流れをつかみさえすれば後半ゴールを見られるでしょうね。はい、さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半戦が終わったところで点差はありません。両チーム無得点で折り返しています。それでは後半戦を見てまいりましょう。さあ後半の笛が鳴りました。エンドが変わって右にヴァンフォール、左にアルビレックス。右に送ります。頭で競り合う。ここにキルビー、後ろにはたいた。長すぎました。キルビーいい形で前へ突破を図りました。さあチャンスを迎えた。ファビーン、矢野、ここで待っている。来たか、決められない。いい形で左サイドから攻めていきました。いや、いい形でしたよね。もっとヘッドで競り合う。縦にボールが出て、ちょっと合いません。アルビレックス、コーナーキックを得ました。さあ選手の動きに注目ですね。さあこれは狙ってますよ。ヴァンフォー、ここはピンチを出しました。いや、惜しい場面でした。難しいボールでしたけどね。いや、惜しかった。時計は後半の15分を過ぎました。いい形で囲い込んでますね。激しいチェックが続きます。この大きなパスはちょっとタイミング遅かった感じもしますけどね。流し込んで一旦戻します。おっと競り合います。寺川、激しいチェックに行きます。重原、必要なチェック、プレッシャーを与えます。長いボールだ。さあ行けるか、シュートできた。右からのコーナーキックになります。でもいい試合してますよ。はい、さあボールが入ってくる。危ないところでした。クリアボールはラインを割りました。コーナーキックになります。ここはなんとかクリアです。またコーナーキックに変わります。見せ場となる場面、かろうじてクリアしました。さあ競っていく。一旦預けます。先制点のチャンス、頭、ディフェンダーは必死にコーナーへ逃れました。滝野、ここで入れ替わります。ここは大事にいってほしいですよね。真ん中へ入れた。いいディフェンスを見せます。いい攻撃、相手に当たった。危ないところでした。競り合った。いいでしょう。これはどうだ。これはキーパーの判断良かったですね。そうですね。カメラさん、アウェイ側なんですけど、サイドを指差して叫んでました。やはり動きが中央に偏りすぎてるのを気にしてるようですね。そうですか、ありがとうございます。アルビレックス、ボールを回します。いいマークですよ。重原、今のはファールです。フリーキックになります。おお、あっと、ここで長い笛。非常に残念ではありますが、0対0の引き分けで試合を終えました。さあ北澤さん、今日の戦いいかがご覧になりましたか。はい、いや本当にね、両チームともなかなか隙を見せませんでしたよね。そうですね。いや、ゴールが見れなかったというのはね、やはりちょっと寂しい気はしますけどもね。さあ今日の試合の内容についてなんですが、後半10分過ぎ、矢野、うまくヘディングで合わせたというシーン。はい、そうですね、外れてしまったんですけど、うまく攻撃パターンにはまったケースですよね。
もう少しクロスの精度が高ければ変わったかもしれませんね。それから後半15分、今映りました、ファビーニョコーナーキックからダイレクトで合わせるシュートを見せてくれました。はい、ゴールには至らなかったんですけど絶好の位置だったんですよね。決定力に弱さが見えましたね。さあ今度は少しデータを振り返ってみますが、アルビレックスボールポゼッションではリードしていたんですが、いかがですか。そうですね、よく動けてましたからね。味方の位置や状況をよく踏まえながら次は確実に得点チャンスを生んでいってほしいですよね。試合を終えてみますと結果は0-0、ドローで試合は終わっています。そろそろお別れの時間となりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けいたしました。ハイライトシーンをお届けしながらのお別れとなります。皆さんまたお会いしましょう。